我が輩は今天空を駆け抜けている。前田家を仲間入りさせたすんごい功績、これをいち早く家康くんに伝えるため、我が輩の誇る超ド流螺旋発射台により、ああ落ちる、うわあ枝が、いけてててててて、我が輩は家康くんも絶賛すること間違いなしの最上義明である。これもそんな最上義明による波乱に飛ぶ物語である。天かける我が輩、家康くんへの吉報。家康くん、我が輩は偉業を成し遂げたよ。さあ称えてくれたまえ。我は困った。これ以上主の勝手は好かぬゆえ。許さない、許さない、この世の全てを許しはしない。それではダメなんだ、ミスナリ。憎しみではダメなんだ。ショック、小競り合いなどよそでやりたまえ。家康君を探すのが大変ではないか。王軍の救世主、最上義明参上だよ。家康君にもそう伝えてくれたまえ。はぁ、今はそれどころではない。家康君のお迎えはまだかね。そこの君、ちょっと呼んできてくれたまえ。家康さん、みんな我が輩に優しくないね。家康くんに重用された暁にはお仕置きだよ。家康くん、優雅に湯飲みを傾けようではないか。勝利の玄米茶、紳士のたしなみだよ。梅殿をやすやすとさらった我が輩、横竹を味方に組み入れた我が輩、まさに素敵。まったくもっていい香りだね。拙者ども、手柄の取りようがございませぬ。よくやった、その思いを無駄にはしない。俺を置いてけ、もう走るで。誰か勝利の玄米茶を入れたまえ。豊臣である。文字通りの強軍よ。最上殿はどちらの味方なのです。我が輩は我が輩と我が輩を好きな人の味方だよ。みんなに縁でほしいから、わしも笑うんだ。頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうする。最上、もしかして香水つけてる。それでは周りの娘どもが放っておきますまい。我らは東軍、民の幸を照らす者なり。我らは西軍、豊臣の意志を継ぐ者なり。お疲れ様です。水をどうぞ。どこにいるのかね。我が輩へのご褒美なら奥州で結構だよ。みんなの不安はわしが拭う。見ていてくれ。すでに我が輩の完勝だ。切れるもんではね。時代が求めた落ち違いありません。空耳が騒いでおるか。
やれ、止めねばな。記憶に刻みな指示が。煙ですぐ分かりましたよ、大将だって。もう我慢できねえ、逆襲のお時間だ。三成様のところに行かせ。加えてみせる、人を、絆を、優しさを。それがしの隙が甘かったか。まったくもっていい香りだね。へこたれた顔は見せられないんだ、絶対に。頼む、進め。誇り高き者の二つよ。私の青がこぼれ、貴様の赤が吹き上がる。塗りつぶせ、この血を軍旗で染めようぞ。あんた、生き血でもすすって強くなったか。幸先の良い、主が虫にたかられる夢を見た。ああ、増兵諸君、君たちが倒れるのは我が輩が眩しいからだね。またすごいものを見せていただきました。敵軍に報いる一矢となるまで。敵づけだ、もっとのろしを上げよう。後で我が輩町にこの勝利を記すよ。不愉快だ、綺麗ごとに染まった貴様が尺に触る。素敵紳士の香りを神様へ。手並みに良い知れたまえ。敵の主力はそっちとあの辺り。勝負の記念に我が輩小物を買わないかね。どうだ、我が輩は汗などかかないよ。素敵紳士に汗は似合わないからね。少年に見えるか、アキラ。善はまだしも、企て返しは断りたい。戦火を広げる西軍なんかに負けてたまるか。次から次へと、まあ厄介事が来てくれる。東軍の連中に秀吉様の意志を見せてやる。井戸を覗き、カエルに飲まれる物悲しさよ。私の心は家康の死しか望まない。空にも開いた、いや開いた。今のうちに去るがいい、気候が強いならね。私は存分に嘆いた。次は貴様の番だ。真なる戦はここからか。気を引き締めよう。突撃だ、大将に見せてやろうぜ。
待ち合わせで全部取り戻すぜ。おや小川くん、今日はいい天気だね。まこと見通しよき空模様。主の頭の中身ほど晴れ渡ってはおらぬがな。山下くんではないか。家康くんはどこにいるのかね。我が輩すごい手柄を立てたのだよ。最終決戦の前にぜひ伝えたくてね。我が輩の計略ほど晴れやかなものはないよ。そうよな、晴れや晴れやか。分かってるとも。これが欲しいのだね。超上品襟付けひげ2号山下くん専用特大版だよ。偉大なる主の功績、後世に伝えるべき。広めてやるゆえ我に語ってみぬか。我が輩の天下激震の偉業を聞きたいのだね。いいとも、たっぷり教えてあげるよ。我が輩の手柄を知りたいかい。なんと横竹を味方にできそうなのだよ。我が輩人質というものを使いこなしてだね、横竹を東軍に従わせたのだ。すごい。おお、見事な策よ。この小川には思い至らぬ。そうだろう、我が輩はできる紳士だからね。それにしても武骨な鎧だね。我が輩のように機銀を身につけたらどうかね。この勢いで天下まで参りましょうぞ。ガロベ失礼。誇り高きモロノフたちよ、全体に勝とうぜ。負けたら先はねえ。素敵紳士の香りを嗅ぎたまえ。銃の一つや二つ、素敵紳士からの贈り物。ならぬ、この道だけは。もう主だけはカゴに入れねば。うん、この天下分け目にて我に分かるのは、主を放っておいても問題ないということだ。え、これ天下分け目？もう最終決戦なのかね。家康くん、ことを起こすのが早すぎるよ。全くもっていい香りだね。
たくもっていい香りだね。神聖なる復讐の場に道化師名前呼ぶな。我が輩は素敵な道化師、貴公らを魅了してやまないのだよ。道化、貴様など眼中にない。え、我が輩が眩しすぎて見えないのかい。家康くん、相談所はドンと構えるものだよ。我が輩の活躍を見守ってはくれまいかね。仲間のために拳を振るうのも相談所の務めだ。せえてはことを承知ると言うじゃないか。この日を待ち続けた私にそれを言うか。せめて休憩時間を取ってはどうかね。ほら、九泉の昆布茶が美味しそうだの。大神、少し黙ってくれないか。家康くん、貴公の瞳に我が輩を映したまえ。我が輩の話に耳を傾けても罰は当たらない。家康くんも高橋くんも認めない。力負けなど認可しない。いつなりー我が輩。